上皇寺の源の高志孝病、徳川義直は、江戸時代初期の大名、徳川家康の旧男、尾張藩の初代藩主で、尾張徳川家の子祖である。父は、江戸幕府初代征夷大将軍、徳川家康、母は、家康の側室、総王院。性室は、朝の義長の娘、春姫。春姫との仲は、良好だったが子供が生まれず、後に、 即室二人を迎えている。陽名は、五郎た丸忌意味名は、吉友、吉利義春と名乗った後、現七年に、吉直に改名している。不薩郎の成瀬正虎は、初代、成瀬正重の長男、同じく不薩郎の竹越正信は、吉直の異父兄である。なお、吉直の墓は、愛知県瀬戸市上皇寺町の当たる無山上皇寺にある。極意局館は、ジュニー。 県大納言、死後は源隆子、源の高志公。長5年11月28日、徳川家康の旧男として、大阪城塞の丸友で生まれる。海の国は、関ヶ原の戦いの後に、徳川家が裁量し、甲府城代の平岩近吉と四部教による支配が行われていたが、慶長8年1月に、五郎太丸は海25万国を廃領し、甲府藩主となる。 しかし、会へ入国することはなく、家康や聖母岡目の方と共に、寸府城に在城し、家老の平井は近吉や徳川家の直神旗元、武大臣らが家臣として編成された。甲府城に在城する平井は,は、側近の蔡主市長らを五郎太丸に禁じさせ、家康の意向を受けて回答地を行っている。慶長11年に減服する。翌慶長12年4月26日。 死去した兄の松平忠義の医療を継いで、尾張国清須藩主になる。家康は、後進を呼び、東海道の用として、重要な名古屋に、天下武神として、名古屋城を築いて、根拠地とし、清須から移した。平岩近吉ら家臣団も、尾張へ移り、不我老として、尾張犬山城主となる予勢支配を主導した。吉直自身は、家康死後の元那2年に、 終わりへ入国する。慶長16年9月18日、寸府城内で官房にかかった時、G たちが集結して、服薬表議を行った際に、家康は、他の処方にこだわる医師の意見を退りけて、官房薬の紫雪を服用させている。G の片山総鉄に調合させたものだったが、熱気が静まり回遊した。 11月15日頃に、家康が、お亀の方と側室のアチャ局に出した消息は放送を、わずらった、吉直の症状が軽かったことを祝ったもので、わずかな字数の中に、めでたくとか、嬉しいという言葉が品質している。めでたくの言葉は、本文で3度使われ、返し書きでも一度使われていることから家康自身も、よほど嬉しかったと言える。慶長19年 大阪冬の陣で運陣し、天皇寺付近に布人した。翌年の大阪夏の陣では、ご爪として活躍した。長寺手からは反省を自ら行い、灌漑用水の整備、日田開発などを積極的に行って、米の増産に努めた。その他にも県知による税制改革などで年貢収納を確立した。寮内では、学問を好んで受教を奨励し、 甲子道の根流や木内の名古屋東照宮の建築を進めた。また、家康の形見分けで受け継いだ、鶴河お譲り本に自身で収集した書紙を合わせ、放射文庫を創設し、決して門外不出にすべからずと現在の図書館の走りとなる文庫とした。歴史書、類寿に本気も表している。日本武術も好み、野牛俊吉から、進化下流病法の送電を受けている。 吉野は、朝宮御殿を拠点に、よく春日茨へ鷹狩りに行ったという。また、いつ襲われても対処できるようにするためか、寝る際には寝返りを打つごとに、脇差しの位置を常に手元に置き、さらに目を開けながら耐えず、手足を動かして寝ていたとも伝えられている。慶安3年5月7日、中部で病がしていた吉野は、江戸藩邸で死去した。去年51。 長男の三吉が三つともに改名して、後を継いだ。ありがとうございます。